これからですね、石垣さんと一緒に、カルスとかないですね、こちら側はハオルシアですね。ハオルシアで、こっち側はエケベリアですけど、まあこれらを2人で交代して移植したりしていきます。まずこの 5つですね、1、2、3、4、5、これはですね、私のところに、まあ、以前バイオ講習会に来てですね、メリクロンのやり方を教わりに来た若い、熱心な方がいましてですね、まあその方にどうせやるんだったら多肉やりなさいよっていうことで、指導しましてですね、で一発で成功しちゃいましたね。この左側の金色の蓋、これはハオルシアの板礁の赤い符、まあ板礁錦ですね、板礁錦のメリクロンしてカルスになり始めたものですね。それからこれは玉扇だそうです。これはハオルシアのレツーサ。それからこちら側はなんかサボテンの兜って書いてあります、まあ、自分で交配したやつの種をですね、瓶の中に巻いて、まあおそらくもっと数あったんでしょうけど、ある程度の大きさで拾ったってことでしょうね。それからこれはまあこんな風に培地がですね、水のようになっているのは、これジュランガム使いますとですね、栄養分を植物が吸収してしまうと、こうやって培地が水のようにトロトロになっちゃうんですね。もうかなり大きいですよ。まあ、これブラックレディ、まあ、かなり黒いハオルシアですよね。まあ瓶の中ですから、その黒さっていうのは分かりづらいか分かんないですけど、大きさ的には十分な大きさですね。まあ根っこが切れちゃってますけど、なんかハオルシアは寝癖でも出るそうですけどまあこの根っこを瓶の中に入れておけばまた芽は出るでしょうけど、まあそれやるんだったらこれをメリクロンしちゃえば済むことですけど、まあこれをですね、瓶から出さないで大きな瓶にですね移植して、まあ、瓶の中で花芽つけようかなと思って、この後移植します。こちらはですね、エケベリアです。ですね、3月の26日に未熟の状態で撒いた苗ですけど、まあ、全然移植してませんから撒いたまんまのその通りなんですけど、まあ、根っこかなり伸びてるんですけど、ちょっと今光っちゃって見、あ、ここでしたら見えますよね。培地の中に細い白い状態であるのが根っこですね。まあ、これをいくつかの成分の違う培地に移植します。これはですね、桜の花の花の部分をですね入れたものです。もうこのように芽が出てきて、できてますね。まあこれを別な培地に移植してですね、大きくする、まあそういうふうにしていきたいと思います。一つ違う培地に入れてもカルスになっているんですけど、これはまだカルスになったら芽になって、葉っぱが10枚ぐらい見えますから2株ぐらいあるんですかね。これを別な培地に移植して苗を大きくしておこうと思います。この間は鋼さんのところで東北の方から来た方が喜んで桜の花買ってきましたんで、まあ、苗を作っといてあげようと思ってですね。あ、これはさっき言った桜の花の出てきたところを別な培地に移してですね、カルスになり始めた状態です。
ちょっと糖分が足りないんで、もうちょっと糖分入れた新しい培地にこれ移し替えようってんで持ってきました。まあ、とりあえずここにありがとう、これから移植します。